はいさい、はいさい、ハロウィンですよ。はい、ハロウィンといえば沖縄では北谷町ね、はい、若者がいっぱいいると思うんでね、はい、そこでいろんなねインタビューとか聞けたらいいなと、はい、なんかね過激な格好した女性とかってね、はい、インタビューした。おお、はい、というわけでちょっとインタビューいいですかっつって、はい、ここまで連れてきてインタビューしてる時にこうちゃんが驚かす、もう完璧木の妖精になったこうちゃんが、はい、驚かすというドッキリ企画です。イエーイ。多分今カメラ越しで見てた人本当にただの木の横で撮ったんだろうなっていうようなクオリティだったそんなやばい、うん、全然わからん正直言ったらね。いや、これ外したらやばいよ。ん、見て、あら、ギャップこれはね、うちのマネージャーが、ね、2、3時間かけて作ってくれてた。制作費15,000円で、なんか歩いてたみっちゃんさんがね、なんかこれ使えばって雑草引っ張り出してきて、そしたらあれ本物あったってなって、30秒で終わった。はい、じゃあこれでね、はい、今日はドッキリをしていこうと思います。はい、舞台に着きましたね。ちょっとみんなに見せてみる、どんな感じか。あら、シャタンの夜も賑わってきましたね。で、はい、ここでまずインタビューをします。ハロウィンどうですかみたいな、はい、でそしてじゃ最後の質問ですって、いたずらとお菓子どっちがいいですかって聞いた瞬間、こうちゃんがバーってうわって、それです。最高だな。いやでもこれ多分いい反応見れそうじゃない、ね、確かに絶対バレん、場所が良すぎる、ね、ちょうどね仲間もいっぱいいるんで、確かにどれがこうちゃんか今でもわからんもん。どれがこうちゃん？これスタンバイしてみるか。一回ね、見ている。そう、一回どんなもんなのかなってちょっと見たいじゃん。あ、この辺いいな。あ、いいね。あら、毛抜けた。毛じゃない、葉っぱが抜けたって。根っこだな。もう始まってるから。根が抜けた。根が抜けた。もうお前は木だから、はい、お前は木だ。やばい、なんか最初よりボリュームダウンしたね、車の中で。なんか座ってる時ボロボロ落ちちゃったわけよ。大丈夫、大丈夫、これがあれば大丈夫。これがあれば大丈夫。これこうしてどうよ。でこれを閉じるわけでしょ。でもよ、こんな綺麗なとこにこんな汚い歯って、なんか分からん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 、確かにこうちゃんどこいるか分からん。どう、全然分からん。あれ、こうちゃんどこ。あ、いた。うわー、すげえ。これは絶対分からん。分からん。いけてる、結構、うん、いけいけ。早速呼び込みに行きますか、ね。あ、すみません、インタビューってちょっとさせてもらってもいいですか。 YouTube でハイサイタトゥータンってやってるんですけど、ちょっと今日のコスプレのインタビューとかしてもらえますか。インタビューとか大丈夫ですか。ハイサイ答えてくれればお菓子あげますんで。やったピカチュウのちょっと前の方でちょっとインタビューしてもいいですか。並んで、はい、おっしゃー、やっけ、はい、あ、はい、じゃあ早速一人目ですね。はい、一人目。今日はどちらからいらっしゃいますか。沖縄市か。沖縄市なんだ。え、今おいくつ。16です。16、若っ、ね、自分の何年前だろう、何十年前だね。今回何回目のコスプレですか。初めてです。初めて。いい思い出になったらいいですね。はい、ちなみにテーマは何ですか。メイド、メイド、はい、大好きです。未成年じゃなかったらと思ってます。じゃあ最後の質問いいですか。はい、いやですね、いたずらとお菓子どっちがいいですか。せーの、ユニバース。やった、イエーイ、すげー、めっちゃ嬉しい。いいの取れた、すげー。こうちゃんこれはわからん。あ、どうぞ戻ってきてください。どうぞどうぞ戻ってきてください。あ、じゃあいたずらってことで。そう。すごくないですか、このコスプレ。2時間ずっといたんですよ、ここに。いないね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい人たちだ。めっちゃいい人。おかげさまでいい絵が撮れました。よかった。俺、木向いてるよ、多分。お前、向いてるな。じゃあ、これ、よかった。やった。ぜひ食べてください。ありがとうございました。ご協力ありがとうございます。ハッピーハロウィン。うわ、すごかった。
めっちゃすごい100点のリアクションだったな。100点だったぜ。いろんなジャンル行きたいね、老若男女。確かにな。今すぐにでも人を殴りそうな人も連れてくる。やめてやめてやめて、それ一番厄介。それからなんか木こりとか呼ぶ。噛まれるよね。無理無理無理、首飛ぶ。おちょっと楽しくなってきたな。よかった。じゃあ次行きますか。はい、行きましょう。お願いします。じゃあな、よっしゃ。すいません、こっちで。すいません、こっちのピカチュウの方にちょっと並んでもらってもいいですか。ちょっと明るいところで YouTube 撮りたくて。はい、というわけで次のね、アウンのコスプレは、はい、どうも。これはテーマは何ですか。テーマはこれアニメのキャラクターなんですけど、わかります、はい、誰ですか。ドラゴンボールっすか。あー近い。なんだ。ジャンプ系なんですよ。トリコってわかる。ああ、わかる。これわかります。韓国でめっちゃ人気になったやつですよね。あった。イカゲーム。イカ、そうそう。あ、それだ。え、すごい。こっちはもうあれですよね。銀玉。あ、ありがとうございます。パイレーツオブカリビアン。カリビアン。あ、みんなさ、ちゃんと。え、準備期間はどれくらいだったんですか。一日です。一日。あら。じゃあ、最後の質問なんですけど。お菓子やつ。お菓子といたずら、どっちがいいですか。はい、せーの、どうしよう。ちょっと弱かったな。そう、惜しかった。いけると思ったらね。ちょっと驚いてくれてた。すいません。いやいや、ちょっとご協力ありがとうございました。ありがとうございました。いやー惜しかったな、こうちゃん。だけど、全然気づいてはなかったと思う。うそ、うん、なんかびっくりさせられんかった。なんかやりごたえなくて帰りたくなる。ハイとローの差が激しい。距離だな、これぐらいの距離がいいか。ちょっとここで、もうちょっと勉強しましたね。どんなこと手前がいいな。確かに、あと視界に入るようにしないといけないね、うん、確かに。どんどん行きますか。はい、どんどん行きましょう。よし、こうちゃん待っといて。今日3組目ですね。はい、3組目です。今日はどちらからいらっしゃいましたか。サボさん。あ、バラバラ。みんなバラバラなんだ。ちなみに年齢は17歳。あ、ピチピチですね。めちゃくちゃピチピチ。テーマは何かあるんですか。2人でバニガール。バニガール。こっちはチャッキー。チャッキー。じゃあ誰かを刺したくてしょうがないんで。私を探し回ったんですけど、どこにもなくて。今回ハロウィン楽しんでますか。はい。あ、最高ですね。じゃあもう最後の質問なんですけど、選んでください、ね、お菓子かいたずら、どっちがいいですか。せーの、チャッキー。うわー。気持ちよ。これは気持ちいい。あ、いたずらってことでよかったんですか。じゃあどんなでした。人いるって思った。全然。え、これが欲しいです。選んでしまう。それは仲間うちにどうにか。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやー、いいっすね、やっぱ。すごい、なんかここも楽しくなってきた。10代女子、一番いいリアクションだ、ね、ピチピチ、最高です。あの悲鳴で報われる、あの待機時間が。最高。最高だな。楽しくなってきたぜ。やばい、これ癖になりそうだな。ね、癖になりそう。あ、じゃあまだまだいっぱいいるんで、どんどん行きましょうか。やってみますか。どんどん行きましょう。はい、よっしゃ、盛り上げてくるぜ。嬉しいぜ。思ったよりみんな乗り良くてよかったね。めっちゃよかった。すごい。ピカチュウの前でちょっとインタビューしていい。はい、ちょっとこっちに寄せていきますか。ありがとうございます。すごいんだけど。ちょっと前でいい。ちょっと前でいい。はい、これでじゃあ。あ、待って、すごい。嬉しい。はい、今回のコスプレのテーマは、魔女が豚を案内してるって感じです。 S と M ってことなんですか。あ、そうですね。え、ちなみに今回はどちらから。泣き人村から来ました。どうから。それは気合い入れてきましたね。え、今おいくつですか。高校2年生です。高校2年生。高校生、気合い入ってるね、最近。やっぱあの質問聞きますか。何ですか。あの質問しかありません。ハロウィンといえば。ハロウィンといえばお菓子と、はい、いたずら、はい、どっちがいいですか。はい、せーの、いたずら。ダウテン。いや、怖い。どっち。怖い。喜んでる。お願いよ。お願いよ。お願い。沖縄のおばさんがいた。
サンジちゃんまで待てない犬してたお願い、まあ、めっちゃすごいんだけど気づかなかったね、気づかなかった、やっと大成功っすね、大成功、ありがとう。リアクションの方が100倍すごいんだけど、お菓子、ピッタお菓子あったんですか、お菓子あった、残念ね、めっちゃびっくりしなかった、すごいんだけど、イエーイ、ありがとうございます。マグさんステッカーもあげましょう。マグさん前に。いやこちらも一番すごいリアクションだったかも。いいリアクションだった。ありがとう。だからピカチュウの前つったんだ。そうそうそう。ありがとうございます。ありがとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます。これ YouTube 乗りますね。乗りますね。じゃあもうみんなに広めます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いいっすね。なんか嬉しくなりましたね。褒められたし、企画、ね、いい企画って言われたね、デージ最高、いや楽しいわ、まあ、いい企画って言うけど、これツイッターで見たやつパクっただけなんだけどねここらでちょっと変化球も欲しいね、変化球ファミリーなり小さい子泣きそうだよな、確かに見たいよね、なんかちっちゃい子にやったらどうなるのか、ね、確かにちょっとファミリー探してみる、はい、ちょっと探してみたい、ね、挑戦、はい、はい、じゃあおいくつですか、9歳、うわあ、かわいい。小さい頃の孫六さんを思い出しますよ。好きなお菓子は何ですか？スキーパとスルメ。かっこいいな。お前渋すぎだろ。どういうすごい教育してますね、お母さん。いいな、これ。ね、じゃあ、アーニャの好きな食べ物は何ですか？ピーナッツ。アーニャ、ピーナッツが好き。一番リアクション薄かった、心折られた、最後で一番の大人だったピーナッツ好きけど可愛い、あ、気づいた、さっき見てた、あ、そうなんだ、好きなお菓子もスルメだし、対応も全部大人だね、じゃあいやけどありがとう、ご協力してくれてありがとうね、すごい、でも似合ってる、めっちゃ可愛い、ありがとう、ね、バイバイ、はい、ありがとう、ありがとう、バイバイ、じゃあハロウィン楽しんでね、楽しんでね、バイバイ、ハッピーハロウィン、バイバイ、はい、というわけでね、はい、ハロウィンドッキリ、いたずらかお菓子か、大成功なのかな、いや、大成功ね、これなんかまたクオリティ上げるかなんかして来年も挑みたいし、それか別の場所でこれちょっと挑んでみたいよね、確かにね、なんか人の集まる時とかにね、やってみたいっすね、楽しそう、なんかハイサイのオフ会とかでやっても面白そう、確かに確かに、ポーちゃん参加させずに1日これ最後まで前日からスタンバイで多分地獄でしょうね、だけどやっぱ女子はいいリアクションすんね確かにね、何なんすかね、あの反応の良さ、アーニャのあの塩対応ね、最高だった、こうちゃんの心が折れる音が聞こえたでもアーニャにも聞こえてた、大きいってはい、というわけで、はい、今回は美浜ハロウィンでいたずらしてみたでした、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。